始まりました勝俣かっチャンネル、全国3000万人のプロレスファンの皆様お待たせしました。本日のゲストは古舘伊知郎さんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。もう勝俣さん久々にお会いできてね、このね開口一番の第一声を聞いた瞬間に、はい、込み上げるものがありますね。ありがとうございます。やっぱりこうこの清々たる空に響き渡る朗らかな声一点の曇りもない声、もうこの一人テーマパークのような声、うわあ嬉しいね。一人テーマパークちゃちゃ解散の後仕事がなかった時に当時付き合った彼女と毎日のようにディズニーランド行ってた男よく知ってますね。それはあのカッチャンネル見てる時に誰かとのトークで言ってたんですよ、はい、その時毎日ですよって、あやっぱり一人テーマパークの明るさなんだと思ったんだ。そうだったんですね。だってチャチャの時に夜人とか出てくれてましたね。僕が控えてる。だから僕夜人テレカ持ってますもん、まだ。ああ昔ありましたね。チャチャね2回か3回なって出てます出てます。だって僕らが 2,3 回目出た時に、うん、これからもしかしたらこのグループが売れるかもしれないって出てたのが、うん、プリプリとドリカムで、うん、俺ひな壇の中段で売れるかねすごいすごい速さで抜かれてた。そこに関しては一人テーマパーク眼力なかったの全然ないもうド天狗ですから、ド天狗ですから、こう上からね見下ろしてましたからね。プリプリ天狗じゃないのね、もうド天狗なのね。ド天狗ですから、僕だって会えた時毛皮着てましたからなってませんか。例えばこうアナウンサーとしてテレビ朝日に入ってプロレス中継やった時に古舘伊知郎ってすごいってなるじゃないですか。 あの時はなかったんですよ、はい、あの余裕がなさすぎて天狗になる暇もないって言ったらおかしいけど、フリーになってちょっとして32、3の頃、うん、今思えばド天狗だったなっていう。だってバラエティでいっぱいレギュラーもね、司会で増えて F1 の実況とかもあって、はい、ド天狗ですよね。でも天狗になれるんだったらなっといた方がいいですよね。あの一時天狗になってかかって離脱した方がいいですよね。免疫ができて。だって誰でもなれるわけじゃないじゃないですか。その時は自分のおかげで売れてるぐらいの大錯覚で、みんなのおかげで生きてるのにさ、もうめちゃくちゃですよ。だってマネージャーとかがなんか固定電話で事務所行った時になんかはいはいはいとか言ってるだけで断ってとか偉そうなこと言ってたもん。そういうことを言いたかったの。古舘 NG が断ってほしいわけじゃないんですよ。言うそういう自分になりたかった。言いたいですよね。エセ大物に断ってみたいな。頭おかしいよ。今考えて。いやだからド天狗って聞いた時すごく響くものあったね今。いや本当ここは中野英雄さんとトークやってたんです。そうです、意外と縁起のいい場所なんですよね、はい、面白かったな、あの芸能人会の喧嘩の最強とか、はい、まだまだあるみたいで、でしょうね、今度本人たちが出たいってありがたいですけど、どうも B で終わっちゃうんじゃないか、20、30分。そうか、なかなか言えないのもあるか、はい、いやでもね僕が嬉しいのはね、また振っといて話変えちゃって申し訳ないんだけど、はい、関口健人さんっていう人、関口健人さん、本があってね、はい、僕去年遅ればせながらこの古舘チャンネル YouTube やらせてもらうっていう時に古舘プロジェクトの伊藤社長から本もらったんですよ、はい、これ読めって言われたんですよ。 YouTube 成功の秘訣みたいな本なんです。タイトルは違うんですけど、はい、でそこでもう終始勝俣さんのチャンネルの話が出てくるんですよ。ちょっと白目よ。それで YouTube のノウハウが書かれていて、はい、勝俣さんのチャンネルっていうのは再生回数が当初スタートしても伸びなかった、はい、しかしノウハウを注入すればあんな面白い人のチャンネルの再生回数が伸びないわけがないっていうのを、再生回数が伸び悩んでいる勝俣さんってしきりに出すから、うん、随分悪く言ってんのかなと思ったら後半そうじゃなくて、見ててくれよ勝俣チャンネルっていうのがちゃんと入っていて、いいなと思ってるうちに喧嘩最強もそうだし、なんか運河沿いみたいなところで相川翔さんとやってあれどこですか、あれあれ飯田橋ですか、レストランですよね、はい、あ飯田橋、あそうだ、はい、なんかあのデッキのあるレストラン、そうかなと、ああ今日はあそこでやりたいなと思ってきたんだよ実はね違ったなと思って、でもああいうのでガンガン伸びてるの見ると嬉しいのは、はい、やっぱりその人の本の言ってることは楽しかったなと。当たってるんですね。あ嬉しいな。だから僕、ね、古舘さんのもずっと見てて、なんで再生回数上がんねえんだろうとずっと思ってて、うん、でもこんな濃密なことやってたら絶対あんたから、俺も古舘さんがこんなやってんだから俺も絶対手抜かないでやろうっていう、そのもう支えになった人ですよ。本当ですか。いやもう本当再生回数伸びないし、はい、ちょっとなんとのマニアックすぎて自分の好きなことだけをわがままにやってるあのざまなんだなっていう再生回数ですよ。だって千何百回でずっと半年止まるみたいなねでしかも中身客観的に見てわけわからないことやってるしね。でなんか番組ですれ違ったゆきぽよさんに、はい、クソつまんないって言われましたからねもう
クソつまんないって言われて、はい、おじさん集団が YouTube 作ってんじゃねえって言われて、まあ、それから作る人も変わったり、はい、自分もこんなんじゃいけないと思ったら少し上がって、うん、もう間もなくなんかあの登録数が5万人になろうと、そうですよね、もうこっから頑張って10万人目指そうとかね、うん、だから今回古田さんに依頼したのは、はい、もう滑らねも見させていただきました、はい、MBS おめでとうございます。もう何年も前の話です。迫力が違いましたね。いやでも滑りない話の MVS を取った者同士が話すんだぞって結構勝利者同士のあそうそう、だからせっかくだから古田さんとこできるって聞いたんで、はい、その MVS も取った共通点があったんで、ええ、古田さんとなんかそのプロレスにまつわる滑らない話が一番いいんじゃないかっていう、はい、それはもうね望むところなんですけどただ今少しね感動の余韻があるんですよね。俺はバカだからこういうビルのね摩天楼の狭間でニューヨーク衛星ニューヨークみたいなとこで、はい、久々会ってですよ、はい、もうね60半ばって年のせいにせんのもするのもずるいけどボケ入ってんですよもうであ始まりますか。もうそれ入ってますよ、はい、それで嬉しいからこんな日差し浴びちゃって、はい、勝俣 YouTube の話あと30分ぐらいしたいわけですよ、ね、それをいやそこまで見てくれて古田さんも頑張ってるいいじゃないですかこれねっつってこっち持ってってこっちからプロレスで行きましょうよっていうこのボケ老人を誘導する介護士としての動きちゃんと手を持って、ね、手持って嫌な気持ちにさせずにそこの感動ですよ今。もうあと勝間さんのテンションに引っ張られる自分も楽しくてしょうがないもうそれがプロレスですからね。そうですね風車の理論ですから。そうです、風が吹いてきたらそれを風を受けて抵抗するから関節決められる。そうです、そっちに流れ込んでいくから回転してダメージがない。猪木さんの理論ですね。風車の理論を考えたのは私です。こういう自己顕示欲嫌ですよ。素晴らしいジジイのこの強い欲俺ですからこれ風車の理論を名付けたのは滑らない話ね、はい、まあ、そんなにかしこまった話じゃなくていいんですけどね、はいはい、やっぱ猪木さんですか。そうですね、あの猪木さんの話はもういっぱいありすぎていろんなところで言ってんで、うん、ちょっとね考えたのは、はい、例えば外国人レスラーで すげえなーと思ったのは、うん、僕あのスタンハンセンとかいろんなハルコーガンとか言いまくってるんで、はい、あんまり頻度が少ないやつをちょっと選ぼうと今思ったんですよ。いいです、はい、狂犬ディック・マードック強いっすね。あの人のパイルドライバー半端じゃないですよね。パーンと垂直に持ち上げて時間短くしてストーンって入れるじゃないですか。刺すってやつ、ね、刺すやつよ、うん、あれが強烈で首鍛えてないレスラーはやられちゃう、はい、ところが俺なりの解釈もう一つあるんですよ。あの人がパーンと捕まえてパーンと自分がジャンプ一番中空に跳ね返ってから落として衝撃度を見せる代わりにパーンと行くよっつった時にあの弾みつけてもらうとレスラーってガーッとね強さ乳突筋とかね射角筋とかそういうのへ喉元の筋肉も含めてガッとプロテクトするから、はい、あの勢いでやった時に弾みがつきすぎて完全に脳天食い打ちにならなくても手前のところで弾むっていうねショックアブソーバーが効くっていう相手を立ててる強力なあれパイルドライバーなんですよ。いや、マドックはあれがすごいなと思った。見事でしたね。あの人の食欲がすごかった。もう亡くなりましたけどね、はい、昔はあの日本プロレス時代の旧日プロ時代のあのディック・ザ・ブルーザー・アフィルスとか有名なレスラーがいて、その下にクラシア・リスワスキーって弟分がいて下にアタッシュケース、ブルーザーのアタッシュケース持ってね、ハマック加えてるこう親分の後ろをつくような若手レスラーだったんですよ、はい、それがあらよという間にあんな風に出世してものすごいエルボーなんかでもうまいじゃないですか、うん、僕は大阪のプラザホテルっていうところで行き合ったんですよ、プロレスの中継が終わって、はい、そしたらディック・マードックがもう酔っ払ってて飯も食った後で焼肉食ってきたとかなんとか言って飲み出したんで僕と。で楽しくて飲んでたの、うん、そしたら外へ出ようって言うんですよ。ジャパニーズうどんヌードルが食いたいって。あ、なるほど。屋台で外国人もね、うん、はい、風情のある屋台で食ってみたい。だから我々がタイのバンコク行ったらあの屋台行きたいみたいなもんでしょうね、うん、それで俺がもう行くあてもないんだけど外へ出て2人でこう連れ立って歩いてたんですよ、酔っ払った気分で。そしたらうどん屋さんの屋台がないんですよ、もう、はい、夜遅くて。そしたらラーメン屋さんがあったから、うん、ラーメンじゃダメかったらラーメンでもいいって言ってくれた。で、あ、妥協してくれるんだと思って2人で入ったんですよ、はい、そしたら僕が1個頼んで2つぐらい頼むのかなって片言の英語で聞いたら4つって言うんですよで、ラーメン1個とラーメン4つ計5個来たんですよ、はい、そしたらちょっと待てって言うんですよ。優しいんですよディック・マードック。俺仲良かったからかもしれないけど生卵もらうよっつって、で生卵を1個持ってパンと片手で割ってソンって、うわなんか卵のなんかパイルドライバーみたいな感じでピャーンってファーン食い打ちみたいな、食い打ちやってくれて生卵をパーンと広がったんですよ。で4つあるじゃないですか自分の丼、2個ずつ取って2個ずつ割って8つ入れたんですよ
で一緒に食べ出して普通の店舗で食い終わって4と1終わったんですよ、はい、おちょっと異常だなと思って、うん、飯食って酒飲んでラーメン4つ生卵8つでしょ早にするぞと思ったら比較的早く死にました死にましたそれでプラザホテルってあのね大阪のテレビ局の ABC が経営していた、はい、あのプラザホテル今はないんですけどそこに戻ってマルコポーロっていうのは奥のバー遅くまでやってたんですよ昔ね、はい、でそこに入ってって寝酒の一杯飲もうっつってバランタインの12年1本開けましたからもうねすごい他にもすごい豪傑レスラー酒だ食い物だあるけど、はい、マードックはその一人ですねでスタミナありましたからねねスタミナすごいですよねそんだけ暴飲暴食したらスタミナないからねとにかく前半であれ狂って終わるレスラー多かったですそう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 よくでもあのなんていうのかなディック・マードックっていうのはもうスタン・ハンセンにも共通するけどどっかこう潜在的な根本的に持ってる基礎代謝力とかエネルギーのなんか出方が違うねうだからあのナチュラルな体でお腹も出てるし肩太り で、そんなにビルドアップしてないじゃないですかああいう方が食欲旺盛で体が柔軟だったりする場合もあるからねそうかな筋トレとかそうじゃないですね本当にナチュラルな、うん、作ってないから金属なんですねうんすごいなと思ったよだって切れたことないですもんねマードックねもういつもだから通常で切れてるからだから余裕なんですよねそうそうそうあの切れてる演技だからそうなんですよね、うん、でやられ方もうまいしうまいでマードックは僕は学んだあのプロレスごっこして学んだレスラーですね、うん、優しいだから金ちゃんに教わった優しさが全てであるっていうねああマードック優しいですよねそうそうだから勝間さんとマードックはどうか優しさで共通するんだよそうなんです、うん、猪木とやってもあのコールが起きるのって、うん、マードックぐらいですよねあ普通猪木のコールしか起きないじゃないですか、うん、マードックってなんかマードックって起きてましたもんねそう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 だから猪木は金無垢の衣装を相手に着せてアントニオ猪木は人を立てて自分が上回って勝つみたいな理論じゃないですか、はい、でマードックと猪木さんがやってなんでマードックコールかっていうと逆になれっていうコールに聞こえたのねだからたまには猪木に金無垢の衣装を着せてやってくれあんたならできるだろうみたいな感じもちょっとしたそうか、うん、マードックね、うん、確かにごめんこれだったら話のオチを作んなきゃいけなかったのかな作んなくていいじゃないですかいいの、いいの、大丈夫、大丈夫僕もだってあの普段人にできない話を今日持ってきましたあこんなことがあったんだよプロレスってってあの通じない人もいるでしょ若い世代とかね全然いないですだからプロレス好きにしかできない話っていっぱいあるんで、うんうん、あのもうショートバージョンでいきました、はい、これはあのすぐ終わりますけどすぐ終わりますあの前日から新日の方に黒い呪術師アブドラザブチャが来てでやってる時にそこからちょっと少しは仲良くなったんですけどいろいろ取材を通じてやっぱりもうすごいじゃないですか昔の洗濯板みたいな ね傷がでちょっとあの試合前にウォームアップするじゃないですかヒンズスクワットとかね器用にあの柔軟な体で太ってるけどこうブッチャもやるわけですよそれでウォームアップするそして入場するでそのあたりを見届けながらあともう40分後ぐらいには試合だなみたいな放送席ついてバーッと喋ってさあ黒い呪術師アブドラーザブッチャーの入場ですと見た時に、はい、花道をゆっくり歩いてくる時にすでに流血してるんですよアップしてるからもう傷口なんか癒えてないすでに試合前花道を入場の段階で黒い呪術師流血しておりますかなりのおびただしい流血だもう実況しててどう言っていいか分かんないんだもんだって試合やる前に流血してるっていうあんた月のものかと何なんだと額の整理かとすっごいよあれはちょっとグッときましたねぶっちゃいがやられてこそですもんね、うん、あの猪木さんにしてもそうだし他のレースラーにしてもここギザギザの傷跡が残ってんのって俺らファンからすると勲章じゃない、はい、本当にこれだけやってきたんだなみたいなぶっちゃの場合は一切言えないって後じゃない傷そのものって言える前にやられるからやられるからもうで額の自転車操業と呼んだんだよだから休む時がないっていうね、はい、不思議な連なりがあってこれちょっとまた調子の選手がショートバージョンで、はい、ある時ね興行が終わって中継終わって山本小手さんとタクシー乗ってたんです急に思い出した今あこういうことって世の中不思議ってちゃんとあんだなと思ったのは昔話してくれたんですよ小手さんが、はい、で旧日本プロレス時代にグレート小塚さんとタッグ組んでた大久保元さんっているんですよ、はい、ましたちょっとねずんぐりむっくりの強い人、はい、アジアタッグとアジアタッグあいや若いのに知ってますね、はい、50代なので大久保さんの話なんですけど場外乱闘になったんだってでそれを現場にないですね、はい、俺は大昔ねそして場外乱闘になってやっぱりお客さんも興奮してなんか折りたため式の椅子持ってこう殴りかかったりしてガーンってやられて大久保さん頭をして思いっきりぶん殴っちゃったらしいんですよ客に、はい、
そしたらやっぱお客さんが訴えちゃって、警察に一旦身柄拘束されたんですよ、大隈さんが。うん、で小手さんが責任役みたいになって後輩なんだけど、地元の警察署行ってこうもらい受けたんですよ。でありがとうございました、ご迷惑かけましたで無罪放免になって大隈さんが、ね、出てくる時に、はい、小手参ったぞ今回って、いやこっちの方が参りましたよ、ね、わざわざこうやって受け取りに来たんですよあなたをみたいな、いや分かってるよ小手、だけど奇遇だよって、何が奇遇なんですか、俺がぶん殴った相手の名字知ってるか、知らないですよっつったら、大熊が小熊殴ったっつうの小熊だったってのは縁があるよなって、いや縁があるけど俺わざわざ来るの大変だったんですよっていう話を、富士さん面白いことあるもんですよねって言ったら、運転してて無言で運転してた運転手さんが俺とね小手さんが後ろの運転手、はい、キャーッと急ブレーキ踏んで止まったんで、うん、でバッと振り返ってから何ですかって言ったら、本当の話ですかそれって言うから、したら小手さんが本当ですよって言ったら、いやーびっくりしました、大熊さんが小熊さん殴ったんですか、私ちなみに荒熊と言いますっつって荒熊って名字出てんですよ、でえそれでっつったら、いや以上ですってまた発信したの。やっぱりその人は驚いたんですよね。で俺は以上です、すいませんでした。すいません、3匹の子豚ならぬ3匹の熊ですよね。まとめてくれてありがとう。いい熊で、もうオチを何も考えてもうやりっぱり全面的にあなたにもう頼っているよね、すいません。でもそいなんかいらないんですよ、うん、プロレスと一緒で、うん、なんかお客さんが興奮すればいいんですよ、いやガン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 、あこれかいっぱいなってていいんですよ、まとめがうますぎるそれ。ワンツースリーじゃなくてね、うん、いろんなフィニッシュあると嬉しいな。いや最高でしたね。古橋さんも強い人いっぱい見てるじゃないですか、はい、ふっと一番奥からニョキッと太い腕が出て、はい、襟首つかんでブラーって一人のサラリーマンを引きずり込んで自分の子に置いて、どうするお前っつって俺こうなって、皆さんぜひチャンネル登録とできれば高評価お願いします。ツイッターも開設したのでそちらのフォローもお願いします。あとですね、この人の話が聞きたい、こんな話が聞きたいなどのコメントも待ってますよ。